市原栄治の花万歳ジャパンフラワーセレクションなど、今年のショーを総なめにした素晴らしいクレマジスを紹介します。はい、こんにちは。市原栄治の花万歳えー、今日はですね、母の日を娘めのお花、まだまだあります。どうしてもね、今日はですね、もうね、今年はね、あの1月からね、育種化魂、 の商品をずーっと紹介してきましたけどもあのどうしてもね今日は紹介したい商品がありますそれはこちらに見えるクレマチスなんですはいえー昨日ね到着したばかりの商品なんですけどこの商品を紹介したいと思います えー、こちらの商品が花川。そして、こちらが花園。えー、これはですね、北茨城の生産者の長谷川園芸さん、長谷川浩平さんが作詞した商品なんです。えー、これはね、ほんといろんなね、お話がありまして、えー、今年、昨年の新品種、これ花川です。 そして一昨年の新品種、こちら花園です。これはですね、2012年にですね、フロリアード、長谷川さんが大学卒業後、もうね、フロリアードといえば10年に1回しかないんですよ。そのフロリアードで金賞を受賞した北浜の原型が進化したお花だと思ってください。 えー、は、そのね、2012年の北浜でね、フロリアードで、あのー、章取られたんですが、金賞取られたんですが、それまでに4年の歳月がかかってます。これ2012年引く4は2008年ですよね。えー、2008年から現在に至るまで、えー、つまり、12年の歳月を数えて、こちらの花園から、 花川へと進化していきました。えーやっぱりね、10年以上の苦労をかけてね、あのー、この商品を開発されました。まあね、ほんと手のひらぐらいの大きさですよね、見てもらったら。花の大きいね。僕ね、この花園がね、一番好きなんですよ。白万栄に近い形の大輪系。そして、花川。まあね、ちょっと花川はね、 最初はどうなのと思ってたんですけど、いやー、これね、猫のげみたいに、この、げの部分ありますよね。これのんここがね、もうほんまに可愛らしいでしょ。なんか、その、万が一ね、これ、イングリッシュガーデンっていうか、お庭にね、この鉄線が咲いてて、なんか猫が、パッパって飛んでるっていうか、いてるような感じ。そしてね、この鼻側はね、僕、押したい理由があります。 実は、北茨城の花川中学校さんがもう並行されます。まあ、イメージクもね、この花川は僕、おそらく、これ、多分出されると思います。フロリアードに。おそらく、これはもう、金賞に値する商品だと思いますが、この花川中学校が今年で並行になりました。そう、たまたま花川っていう、 なの、鉄線をね、一昨年作られて、あのー、悲しいですが、お花として残りました。まあね、長谷川さんね、最初はどうかなって僕もね、硬い時は、ええー、と思ったんですけど、花が咲き出したらもうびっくりしました。ほんと、長谷川さんすんませんでした。こんなに素晴らしいクレマティス、びっくりです。いやー、 本当、花川にしても、花園にしても。まあね、本当は3分で終わりたかったんですけど、いやー、もうびっくりしましたね。まあね、今日はね、長谷川さんの育種家の苦労話を少し話しまして、今日はですね、えー、この花園と花川を紹介させていただきました。 来年もね、これはね、ぜひともね、僕も注文したいと思いますので、もしね、この番組見てられる方はですね、えー、長谷川園芸さん、北茨城のね、えー、方なんですけど、ぜひね、あの、花園ないの、花がないの、っていうことで、まあ、僕んとこもね、残り2、3パチしかありませんが、もし、もしね、気になる方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひ、お問い合わせください。それではですね、 前半戦今日は終わりたいと思いますあとはですね買っていただいた皆さんへの、えー、その後の管理方法等をね、えー、後半戦は説明して今日は終わりたいと思いますさよならさよならさよなら <music> 綺麗な。